弁天台場。アーチ型入り口は、写真中央右。弁天台場弁天台場は、江戸時代末期に、北海道函館市に設営された台場。弁天三崎台場、弁天放題とも、設計者は、武田綾三郎。周囲390件余り、不等辺六角形で、上から見ると、将棋の駒のような形をしていた。総面積は11,611坪。 高さ37尺の石垣を持つ、土類2350尺で囲まれていた。東南端には、トンネル式通路のアーチ型入り口を構えていた。方眼15門、60金砲に、24金砲13門を装備し、その中には、エフィムプチャーチン登場のロシアガン、ティアナゴのものもあったと言われている。土は主に、函館山より切り出し、大門などの重要な部分には、 大阪から運んだ備前見陰石を用いたと言われる。工事は松川弁之助が請け負い、翌年から井上喜三郎がこれを引き継いだ。江戸幕府が安政三年から文久三年にかけて外国戦襲来に備えて函館湾沖に建設した。しかし実際に使用されたのは函館戦争という内戦においてだった。函館戦争終盤の函館湾海戦において、 新選組が中心となった旧幕府軍は、この台場に立てこもり奮闘したが、函館市内が新政府軍によって占領され孤立。明治2年5月15日、本陣五両閣に先立って、弁天台場は新政府軍に降伏した。明治30年頃に取り壊され、現在は函館土地区入り口前に石踏みが立つのみとなっている。 なお使われていた石材は、箱館漁港の護岸に使用されている。ありがとうございます。